いたずらついでなんですけども、いたずらついで、9割藤田って言いましたけども、うん、たまに後輩とかも仕掛けるんですけど、うん、後輩にあっぱれ小泉っていうやつがいまして、あっぱれ小泉くん、あっぱれですね。多分これこの辺でワイプで洗剤が、うん、出ないぐらい、洗剤写真もないぐらいのやつなんですけども、そいつが一回僕の家に遊びに来まして、はい、で2時間ぐらいこの、まあ、遊んで帰ったんですよ、うん、そしたら携帯を忘れてたんですよ、うん、結構あっぱれにもいたずらしかけたのにまだこんなもの忘れるかと、これを完全にいたずらしてくださいってことじゃないかってことで、うん、まあちょっといじってたんですよ、うん、そしたらメモリーってあるじゃないですか、登録、うん、200件ぐらいあったんですけど、うん、これちょっといじってやろうかなと思いまして、200件全部歴史上の人物に書いてあげたんですよ、うん、全部なかなか本気のいる話やけども、もう 2,3 時間かかったんですけども、その200人知ってることがお前いや、それももう思い出しながらすごい楽しんでどんどんもう思いつくんですよ、うん、で一応まあカテゴリーとか男女とかありまして、そういうのも全部忠実に、男は男で、まあ、豊臣秀吉とか、うん、女だったら北条政子とか、うん、店とかだったら正倉院とか、普通に綺麗に分けたよで、2時間ぐらいしたら、すいません携帯忘れました、気をつけろよっつって渡したんですよ、で返して、でそろそろリアクション来るかなと思ったら、うん、待てと暮らせと全然僕の電話も鳴りませんし、少しの気づかないのかなと思ったんですけど、うん、あそりゃそうか、僕自身のその名前も、うん、中野上の王子に書いてたんで分かるはずがないと、じゃあ次の日に会いまして、ちょっと勘弁してくださいよと、もう昨日からもう王将平八郎からすごい電話がかかる、誰か分かんないから出れませんしと、メールとか来たのかって言ったら、一件2時3時に千利休から来た、内容が飲みに行かないかって言ってお茶夜に酒お茶どっちみたいな。そうですね、僕男やのに短大行っとったんですけどちょっと珍しい学校あんま行ってないんですけど、はい、短大行ってまして、それは京都の学校やったんですけど、その学校終わり友達とよく京都で遊んでたんですよ。で遊んで、ある日朝まで楽しすぎて朝まで遊んでまして、で夏場やったんで結構汗もかいてるんで、ちょっとお風呂入りたいなっていうことになりました、朝方に。でもまあ銭湯とかどこもその時間空いてないんで、どうしようって言ったら、一緒に遊んでた友達のおばあちゃんの家が京都駅の近くにあるってなって、じゃあそこでお風呂入らせてもらえるっていうことになったんですよ。でまあそのおばあちゃんの家に友達と一緒に行きまして、でさっきその友達がお風呂に入ってまして、で僕ちょっと朝やったらちょっとトイレしたくなりまして、トイレに行ったんです。でまあトイレがその便器が和式の水洗の、トイレでして、水が溜まってる部分あるじゃないですか、便器にこう流れていくちょっとだけ水が溜まってる部分に僕入ったら、もうすでになんかもう何か浮いてたんですよ。すでにもうなんかまあ、ちょっと大きい感じの長い感じのが浮きながらちょっとこう横たわってるみたいな感じになってまして、これ何やこれと思って、これ何やろって分からんかったんです、ほんまにいきなりやったんで、それ開けていきなりそれやったんで、これ何やと思って、なんかまあ朝まで遊んでて疲れてたのか、なんかスポンジに見えたんですよ、なんかそのトイレ洗うスポンジなのかなと思って、スポンジやなと思って、これでも流してしまうと詰まってしまうんで、その人の家やし絶対流したらあかんなと思って、どうしようってしばらく考えてまして、あとりあえずその友達に言おうと思って、そのトイレのすぐ横がお風呂やったんで脱衣所行って、まあ、扉越しにちょっとごめんやけど、なんかトイレになんか浮いてんねんけど、うん、どうしたらやろうって言ったら、まあ、その連れがちょっと今風呂入ってるからちょっとおばあちゃんに言ってよ、まあそりゃそうやなと思って、まあ、おばあちゃんに言いに行ったんです。でおばあちゃんは台所で朝ごはん作ってあったんですけど、おばあちゃんトイレに何か浮いてるんですけどって言いに行きまして、おばあちゃんが何や言って来て、でそれを見ておばあちゃんが、あんたこれうんこやんか、あんたこれうんこやんか、何か浮いてますよ、あんたこれうんこやな言うんですよ。で僕にはもう完全にもうスポンジに見えてるんで、
いやおばあちゃんこれよう見てください、これスポンジですよって言うたんですよ。おばあちゃんがまたそれをよく見て、ほんまやなこれスポンジやな言うて、うち取るわと、おばあちゃんが取るって。でも取る言うてもなんかそんなトングみたいな挟むやつとか、なんかビニール袋とかでこう取ると思うじゃないですか。何を思ったか、そのおばあちゃんが素手でそこに手を突っ込んでそのものを掴んだんですよ。でその掴んだ瞬間におばあちゃんが言うたんが、あこれうんこやわ。わざわざ何を揉めとんの。後でよう見たらめちゃめちゃうんこやった。何やねん、本末転倒も穴だしだ。トイレットペーパーとか一切なかった、それしかなかったのにもう何か分からなかった。そりゃそうやろ、はい、どこにあったらそりゃそうやろ。それ、ほんで 朝ごはん作っていった。朝ごはん、はい、たあのいただきました。まあ、僕結婚見えてちょっと結婚してるんですよ、うん、はい、ちょっと今結婚見えて、でも結婚だな。結婚先言いそうな。結婚見えて結婚してる。結婚してるんですよ、うん、でですね、ちょっとまあ嫁がですね、結構まあクレイジーっちゃクレイジーって、まあそのなんていうか、そのおかしいっちゃおかしいんですよ、うん、クレイジーワイフ、はい、服選ぶ時も、はい、あの半袖の T シャツなんですけど、うん、14色ぐらいのボーダーのやつ着てたりするんですよ。14色ボーダー、はい、あんまし見ない見ないから、かなりのそうです、コンプリートですね、色。そうです、そんな嫁なんですけど、一回その芸人やってまして、全然飯が食えない時期がありまして、うん、で嫁はあの夜スナックで働いとるんで、うん、結構財布の中にお金入れとるんですよ、うん、で嫁が寝たのを確認して、うん、ベッドの下から財布の中お金盗んだんですよ、僕がね、嫁の財布から、はい、で毎回小銭を盗んどんだったんですけど、もうバレなかったんですよ、それは、はい、今まで、うん、でもうそろそろ慣れたから大金行こうと思って、自分で1万円盗みまして、はいはいはい、ポケット入れて、で仕事行ったんですよ、うん、んだらその仕事を始まる前電話のラッシュですよ、うんうん、で嫁からですよ、うん、で何ないねお金が、いや知らんがな、そんなこと俺に言われても、うん、え知らん、なんで泥棒かな、いや泥棒じゃないけどお前使ったんちゃうの、うん、うわどうしよう、どうしたらいいかな、知らんがな、もう仕事始まるから、うん、もうかけてくんなよってプチッ切ったんですよ、うん、で大変なことが起こったんですよ、うん、家帰ったら、うん、パトカー止まってるんですよ、おーうわ来た思って、これやばい思って、そうで家入ったらもう黒服着た刑事がソファーに座って嫁といろいろ話してるんですよ。お前何してんねんって言って、で寝室読んで、うん、いや盗まるところ読んだよ、いやいや読んだ、どうしようかな思って、言うしかないな思って、いやごめん俺やったよ、俺が一枚盗んで、あそうなんや、軽い感じで終わったんですよ、うん、ほんでそれから気づいたら5分後なんですけど、パトカーの中入れられてて気づいた、あもうそのまま逮捕、はい、空白の時間だったらもう真っ白になってたんで、気づいたらパトカーの中入ってて連行しました、はい、で俺どうしよう思って、前科つくからちょっと降ろしてくれと警察官の人に、うん、運転するやつに頼むから降ろしてくれと、うん、夫婦で解決するからちょっと一回降ろせボケと、もうそういう感じになって思ったんですよ、うん、で嫁もそんなね俺を警察に送るような嫁じゃないと、一回もう一回話させてくれと、うん、いやでもそんなこと言いましてもね、ちょっと右見てくださいよって窓ありますよね、うん、パッて見たら嫁が行ってくれみたいな感じでこうしとったんですよ。連れて行ってくれ、どうぞ、そうどうぞ連れて行ってください。その後ちょっと腹立ったんが、運転するやつがポンポンって鳴らしたんです。何のポンポンやねん思って行ってくるわみたいな、はい、なんかコンビネーション取りでもなったかな、そういう話ですか、もったいもんじゃない、今のでこいつが芸人100点人間0点値の技だったんだ、小手にからいきなり1万はいたか、小学生の話しちゃいますから ね、 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 嫁から盗んでるんだそうですね、僕、師匠がいるんですけども、はいはい、もう亡くなっちゃったんですけど、ダブルエースっていうのが、はい、師匠だったんですね、はい、で、ボケ担当の岡エース師匠がまだ元気な頃に、はい、2人で地下鉄に乗ってたんです、はい、でその時に師匠が、ちょっと大きい方に催してきちゃったみたいで、はい、まあね、うん、で、あーやばいな、まずいことになったな、すげえノックしてやがるって言うんですよ。何やろな、そう。何やろな、ね、ちょっとかっこいい感じで。何してんだと思ったんだけど。すごいハードボイルドタッチ。ちょっと本当にまずいみたいなことになったんで、じゃあ師匠は次の駅で降りて、トイレに行きましょうよって話をして。うん、で、駅に着いたら、トイレ、出口が2箇所あったんですね。うん、
で、どっちにトイレがあるかっていうのはちょっと分かんなかったんですよ。で、師匠はもう限界に近いってことを言い出して、何の根拠もなしに、あっちだって言い出したんですよ。で、師匠がこう、ひょこひょこひょこ。向かってたわけですよ、トイレが。あるかもしれない方向に。こうやって行ったら、そっちじゃなかったんですよ、トイレが。違かったよね。で、師匠大変です。トイレ逆だそうですって言ったら、本当に僕初めて絶望してる人間の顔を見たんですけど、もうとんでもない、何とも言えない表情で、壁に手を当てて、寝ず、無念だっつって全部出しちゃった。まあって言うと話なんですけど、北海道行ったんですよね。で東京に帰ってくる時に空港でこう土産物売ってるとこありますよ、乗り場の対面ぐらいに。それずっと店が並んでる先に、北海道の冷凍のカニを売ってて、それをこう見てるおばはんの3人組がおったんですよ。ほんで別に何の気なしにこう通ったら、一人おばあん気づいて、あ、星ちゃんだみたいな、ちょっと東京戻る便なんですよね。あ、星ちゃんだって、見て見てって隣の人に言うたら、あ、本当だって言って、僕普通に、あいつもフランと近寄って行ったんですよ。ねえねえねえって言って、握手してって言うから、あ、いいですよって言って手出したら、僕の手をカニの掴み方で掴み合ったんですよ。なんでやねん。その流れで流れで、まあ、あらしか知らんけど、うちの相方が、春日ってやつ で、はい、でなかなか運動神経のいいやつで、あらしいね、潜水が得意 で、今でも潜水の日本記録の5位ぐらいの記録持ってまして、でこうプールを横に泳いでいく潜水なんですけど、で潜水っていうのがルール で、で水面上に出てきた時に、15秒以内に「I'm OK」意識ありますって表示をしたら、そこの記録になるんですよ。で2年ぐらい前に、僕ら今みたいに漫才で全然こうテレビみたいな絶対一個もなくて、でテレビの企画で戦争をやるっていう企画が来て、で春日が選ばれたんですよ。で相方に、これチャンスだから、これオードリーっていう名前広げるために頑張ってくれって言ったんですよ。そしたら相方も、もう俺はここで終わってもいいと思ってるっつって、やってやるんだって言うんですよ。で、あ、じゃあ頼むっつって、で 100m 以上泳いだら日本代表になれる、世界選手権に行けるっていう企画で、で僕プールサイドで応援しに行って、で相方スタートしまして、で順調にこう50メートルターンしてきまして、で記録の100メートルにターンしたんですよ。でよっしゃこれで世界選手権いけると思ったら、こうバーンってターンして伸びたままピタッて止まったんですよ。でゆっくりふわーって水面上に上がってきて、くるっつって表向いたんですよ。完全にブラックアウトしてる。そしたら待機してるレスキューのダイバーが4人ドーン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 って飛び込んで、春日のとこドーンと泳いでて、春日を担ぎ上げてバーって持ってきてプールサイドに上げて、春日さん起きてください、春日さん起きてくださいってビンタするんですよ。起きてください起きてくださいって、しばらくしたら春日パッて目覚まして、あたりガーって見回して、アイムオッケーって言ったんですよ。無意識が飛んでるから、アウトアウト、全カットになるんですよ。事務所から電話来まして、至急決めたい仕事があるからすぐ来てくれって。ドキドキするな。で僕世田谷に住んでて恵比寿だったんで、タクシーで行こうと思ってタクシー会社に電話したんですよ。そらその近辺にもタクシーがないと、行くにしても20分かかるんで、でじゃあもういいと、じゃあ自分で止めるしかないなと思って、家出たらそこにタクシー来て、手挙げたら止まってドア開いたんですよ。あ、こんなすごいタイミングあるんだ、出てきて手挙げてドア開くんですから。で乗って、すいません恵比寿までお願いしますっつって、運転手見たらすっごいおじいちゃんなんです。すっごいおじい、もうすんごいおじいちゃん、今まで見た中で一番おじいちゃんなんです。みんなが想像してるおじいちゃんよりおじいちゃんなんです。俺なら一番年取ってんの。で僕は新聞持ってきたんで、恵比寿までお願いしますって新聞読んでたんです。そしたらパパパパッパパパパッ、なんだと思ったら後ろの車がパパパパッパパパパッ、何あんな怒ってんだと思って窓の外見たら、めっちゃ遅いんです。もうめっちゃ遅い、早歩きのおばちゃんに抜かれるぐらいめっちゃ遅いんですよ。で
見たらもう何十台って後ろに連なってるんですよ。あの渋滞に巻き込まれたことってあるけど、渋滞の先頭張ったことって初めてなんですよ。でプッパッつってみんなペッペッペッつってどんどん抜いてくるんですね。でもおじいちゃんはその速度なんですよ。で全部抜かれた後に信号が見えたんで右にお願いしますつってまた新聞読んだんです。そしたら着きましたって言うんですよ。えまだ家出て 2,3 分なんで着くわけないんですよ、エビスに。したら信号じゃなくて曲がれる右のところを曲がって、そのドンツキが人の家の車庫だったんでその車庫入っちゃったんですよ。で違うと、出てくれ一回出てくれっつって一回出てもらって、あの信号を右に曲がってくださいっつって、あ分かりました、あの信号右ですねっつってこう右曲がったんですよ。そしたらその次に次はどこ右ですかっていうの、あのね、うん、延々に右に曲がってたら自分のとこついちゃうからね、元通りに。だから俺が何か言うまでとにかくまっすぐ行ってくれっつったら、50メートルぐらい先の横断歩道をおばあちゃんが渡ってたんです。したらペペペペッペペペペそのジジイペペ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 、おばあちゃんなんか早く渡れたんじゃないですか。ペペ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 ッつっておばあちゃんのギリンとかで止めて、なんて言ったと思うんですよ。もたもたしやがってお前だろジジイババアに厳しいジジイ。僕これ家族の話なんですけども、はい、まあ僕と、まあ、姉が2人いまして、あとおとんおかんの、まあ、5人家族なんですけど、はいはいはい、うちの親父がものすごい僕は子供の頃ってのも暴れん坊やったんですよ。へー。ほんでおかんとものすごい仲が悪くて、もう毎晩のようにおかんの頭持っても引きずり回せるんですよ。ね、ほんでもうやめてやめてって姉ちゃんと僕らで止めてしてたんです、うん、もう静まり返ってるんですよ家が、うん、ほんでもう嫌やな、毎日毎日つらいわけですよ。ほんで喧嘩が絶えないですから、うん、ほんでまたある日ももう夜ですよ、もう親父がうわーなっておかんの頭うわーやって、うん、ほんでもうやめてやめてってみんな泣きながら止めて、ほんだらおかんももう我慢できないことで、うんね、うん、このもう親父のね顔をバリーン叩いたの、ね、うん、もうそんなことする人じゃないんですよ、うん、はい、もう本当に笑いの一切ない家庭ですから、うん、はい、そういうことしないんです、うん、おかんバーン叩いたら、うん、親父のかけてた眼鏡が、うん、あの炊飯器の横のあのしゃもじ入れとく水溜めてるあの容器にバザーンと入ってくるその瞬間家族がワッと笑ってね、爆笑じゃなくて、ね、爆笑じゃなくて、でもね、ただ、うん、このもう笑ったの本当それ1回しか覚えてないぐらいなんです、うん、それではあかんと、もう家帰ってももうシーンとして張り詰めてますし、はい、でも子供ながらに考えまして、うん、これペット飼ったら和むんじゃないか、うん、なるほど。でおかんにあの犬飼ってって言ったらあかん、そんな高いのそんなもう嫌なんですよ。それやったらウサギどうや、はい、ね、ああウサギやったら世話も楽やしみたいなこと でおかんとデパートの屋上行ってウサギをもう2000円ですよ、うん、で買ったんですよ。ほんで買ったらもう家の中がちょっと和むんですよ、かわいらしいですから、ほんでおかんがまあ、柄からミケって名付けましてね、はい、ミケちゃんミケちゃん、はい、ほんであんなに乱暴者になったおとんももう酔っ払って帰ってきたら、ミケちゃんミケちゃんって行くんですよ。そのミケはものすごいウサギには珍しく賢いウサギで、人の顔ペロ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 舐めるんですよ。だから親父酔っ払って帰ってきたらウサギ小屋の入り口ちょうど頭入るぐらいの入り口に酔っ払って帰ってきてここ突っ込んで、ミケちゃんミケちゃんって言ってずっとここペロペロ舐めたんですよね。ある日も親父そのまま寝てもたんですよ。そのままカゴにこう入れたまま、ほんでこうダラーンとなるからここでもう首ガー締まって、ああ言うて顔赤紫になってるんですよ。それでもウサギはペロ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 ねえしてくれてるわけですよ。それもう本当に家族が和んで、ほんでそんな和んでる和ましてくれたこのミケちゃんがですね、ミケちゃんが病気になった。わーえらこっちゃ、そうなんか調子が悪いということで病院連れてったんですよ。ほんならこれね
人間でいうとガンですって言われて、そんなんかかるんですかって、おっかんがもう一番可愛がってましたから、いや先生何とかしてください、いや小動物ですから全身麻酔もちょっと危ないんで手術もしない方が、いやいやそこを何とか先生お願いしますと、もう私かけがえのない、このミケちゃんですから何とか先生助けてください、何でもしますったら、もうその根負けして先生が分かりました、もうちょっとかけてこの手術しましょうと、いうことで、先生ありがとうございますとかも泣きながら、ほんで手術行ったんです、見事大成功ですよ、ね、なんとか目を覚ましてるわけです、そんなおっかんもありがとうございます、もうこの子やないとダメなんですよ、言う、本当に先生ありがとうございました言うて、ほんで受付に行って、手術代払ってくださいって言って、向こうの方が、お会計の手術代が14万円になりますって言うたんですよ。ほんなおかんが、14万、14万あったら新しいウサギ何匹買えるの。最高よ。ほんでそのウサギもなんか空気読んでかどうなのか、うん、ものすごい長生きしたすてきな話していいですか。いいですね、ここらで素敵な話。クリスマスの前に男女が別れるなんてこと、こう結構多分そんなに珍しくないことでしょうけど、まあ僕もあったんですよ。でまあまあそれなりには辛かったですけど、まあ仕方ないかなっていうのもあって、でいざそのクリスマスの日に、よし今日はじゃあちょっとエッチな店行こうと思って行ったんです。でエッチな店行って、ほんでその出てきた女の子が、えクリスマスなのにいいんですかみたいな言って、あ実はこの間彼女と別れてみたいな、ああそうなんですかみたいになって、だから全然いいんですみたいな、じゃあシャワー用意しますねって、おシャワー用意してくれたら、で、まあ、僕服脱いで何気なく触った自分のお尻の間に髪の感触があったんですよ、うん、あこれなんかトイレットペーパーみたいな貼り付いちゃってると思って、これちょっと恥ずかしいなと思って、うん、指でその敬語とブチブチってちぎったんですよ、バレへんように。あまりに痛くて涙がスーッと出ちゃったんですよね。でシャワーの準備してきた女の子が僕の一筋の涙見て、かわいそうって抱きしめてくれたんです。ケツが出ちゃいダメやん、ケツが出ちゃいダメやん、かわいそうって、はい、僕がシャワー終わって準備終わって振り向いたら僕が泣いてたから。星で行く話か、星で行くなよ、星で行ってほしいなよね。めっちゃ早く始まったからね。天素の話なんですけども、はい、天然素材でやってまして、天然劇場っていうのをね、はい、やってたんですね、はい、でまあその劇場の内容といたしましては、まあ言うたらお芝居、はい、集団コント、はい、でダンス、はい、まあこれが言うたら大きな柱やったわけですね、はい、でまあ当時僕らはそのダンスとかお芝居とかちょっとこう疑問持ちながらやってたんですよね。まあお笑いやからみたいなこともあって、ありましたね、はいはい、でもその中でも大輔は結構お芝居に関してはすごい真剣に、ひたむきに取り組んでたんですよ、はい、だから結構役柄も大輔はすごい英役柄であったり重要な役柄をね与えられてたわけですね。でまた新しく天然劇場やりますよって言った時に、あまた今度大輔主役なんやろなと思ってたら、その時の回は主役はバッファロー五郎木村君やったんですよ。そうですね、はい、はいはい、でまあお芝居の内容的に、宮迫さんとか原西とか、はい、大輔とかがいじめっ子役で、はい、でそれで木村君をいじめてみたいな、そういう役柄で主役が木村君やったんですね、はい、いじめられっ子の木村君が、まあラストシーンではもう感情が爆発して、でも涙ながらに言うたらその思いの丈を語ると、うん、いじめっ子たちに語るという、まあ、お芝居内容やったんで、まあ、一生懸命頑張って練習して、ザいざ本番が始まりましたと。で天然劇場は1週間ぐらいあるんですね、うん、公演が、はいはい、はい、でまあ1日目木村君そのラストシーンで泣かなあかんとこ泣けなかったんですよ、うん、いややっぱりね、そのなかなかお芝居にこう入り込んでっていうのがやっぱりお笑いやってるもんからしたらなかなか難しいということで、うん、いやでも2日目頑張ろうみたいな感じになって、でも2日目も泣けず、うん、
3日目も泣けず、うん、もう4日目も全然泣けず、うん、もう演出の先生とかももう頑張ってくれと、はい、まあみんなも応援してたんですけどなかなか泣けない5日目も泣けないということで、で6日目、うん、木村君あの当時あの彼女だった今の奥さんですけどねを招待客で呼んだんですよ、うん、ほんならそのシーンでいとも簡単にボロ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 泣いたんですよ、うわ泣きよった、うん、で僕らはこいつ現金なやつやなと、うん、彼女産んでる時だけ泣きよってずるいやっちゃうで、でもお客さんはおおってなってるんですよ、うん、あすごいもんやなって、やっぱ涙一つでお芝居っていうのはこんなに変わるもんなんやなとか、うん、まあ感心しててパッて大輔見たらすごい目見開いて木村のことめっちゃ睨んでるんですよ、はい、でどうやら大輔の感情としてはお前なかなかやるなみたいなでも芝居では絶対俺負けへんからな雰囲気めっちゃ出してるんですよ、でやばいやばい大輔やばいと思ってて、大輔あのいじめっ子の役やでって思ってたんですけど、大輔グワーやったら涙ボロ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 なんでなんすか、泣けるかっていう、いじめっ子といじめられっ子ボロボロを泣いてお芝居続いて、なんでだよ、おかしいですよいじめっ子泣いてんの、何この芝居みたいなって、はい、演出の先生が終わった後ババチビラほど怒った感情がおかしいよ、なんでなんで、負けたなかったみたいですよ、じゃあその主役取られたっていう悲しさもあってんけどあみんなの注目が木村さんにいたことが寂しかったんですよ、ほんでなんか泣きあったから、うん、あすごいなと思ったら悔しなって俺も泣けるかなと思って俺も舞台で涙って流せんのかなもうやったらポルロー行けた俺も泣けた芝居台無し、台無しですから、走ってきておらなんで泣いたんやおかしいでしょ、いや俺も泣けるかな思っておかしいやろふざけんなめっちゃ怒られたっていう、はい、そういう話があります、本当すいませんでした、いやいやはいはい、じゃあ行きましょうか、ですね、これ、まあ、1年ぐらい前なんですけども、まあ、あの新宿の方でちょっとライブをやってまして、そんでまあ帰っぺと思って、まあ、夜9時10時頃、あの新宿の街を歩いてたんですよ、そしたらまあ物騒の街なんかやっぱ新宿はパトカーがブー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 走ってるんですね、で俺の近くで止まったんですよ、でバランとこう周りさん一人降りてきて、あれなんか次元かなと思ったら俺の方にポッ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 寄ってきたんですよ、なんだなと思って、職務質問ですよっつって、俺かよと思って、周りもっと悪そうな人いっぱいいっぺんなと思って、いややだなと思って、俺まあバッグの中にはその衣装とかまあいつもあれしか入ってなかったんですけど、あれバッグの中見せてくださいと、いやいやちょっとでもやだなんで早く見せなっつって、怖いんですよ。渋々、こう俺バッグ開けようとしたら、冗談で俺も突撃だよって言ってたんです。はい、遊ばれちゃう、遊ばれちゃう、初める突撃目に憎しみ覚えたし、深いのでね、もうね、ちょっとほんとついこの間なんですけど、あのまあもう年やなっていう話ですよ、あの作家の放送作家の佐田っていうのがいましてね、これもまあ40過ぎてもうどっちもおっさんですよ、僕もまあ完全におっさんでしょ、2人で、まあ、飯だけパッと食って帰ろうか佐田、そうですね言うて、でお店入って、兄さんあのあれですね解禁ですね、お解禁やな、飲むか、そういや1週間ぐらい前にもう解禁になってるよね、飲みましょうって言って、赤やなやっぱり、いや大体あれは白はあるんですか、いやあんのかないんか、まあ分からんけど大体こういうとこは赤やろ、じゃあ解禁やし飲むかって言うてたんですけど、二人ともボジョレ・ヌーボーが言えなくて頼めなかった、解禁だけど恥ずかしくて呼べなかったおっさんだ、おっさんやな、解禁のやつ、さすがにそれは言われへんからね、読んであの解禁のやつも言われへんから二人ともうーんハイボール飲んだっていう、私は弟がおりまして、はあ、でこうやっぱり弟って心配な存在なんですよね、小さい、はい、心配なんです、で小さい時からやっぱ容量が悪くて、同じように暮らしてるのに、悪ガキに弟だけ
引っかかれたりとかそういうのあると危ない、なんでってなっちゃう。でそれであと虫が好きで私と弟2人ともで、カブトムシが飼いたいなって言って、あの弟が大きい幼虫見つけて公園で、これカブトムシだっつって弟を一人で育てたら、まあ、でかいカナブンだったりするんですよね。いやかわ、もうすごい投げちゃってあ、またダメだったなと思って、でそれでそんな弟が、ま、いい子なん、真面目でいい子なんですけど、専門学校行くって言って、すごくバブルな専門学校で、オープニングセレモニーみたいな、オリエンテリングみたいなのを、豪華客船でやったりするような、そこに行った何泊かして帰ってきたら、うん、あそこの学校行かないって言って、なんか聞けないし、豪華客船でなんかあったのかなと思ったら聞けなくて、でそれ心配してたんですけども、ちょうど親が別居して、日吉に引っ越したんですね、神奈川県の、でそこの私たちが引っ越した時に東急が新しくできまして駅ビルで、でもう弟何するんだろうなと思って、あんまりこうなんか言うとかわいそうなんで言わなかったら、そこの東急に入ってるサンジェルマンっていうパン屋さんのオープニングスタッフでアルバイト始めたんですよ。あでやっとちゃんと、したなと思って、でそのサンジェルマンが気に入ったらしくって、もう10年ぐらい続いたんですよ、そしたらもうどんどん社員さんは入れ替わる、店長も入れ替わる、でもバイトなんで弟は移転もないし、ずっといるんですよ、さあとうとう弟に社員にならないかって話が来たんで、だけど弟はそれを断ったよっていう報告を母にしたんですよ、で何なのってお母さんも、なんでせっかくの社員の話やんないのって言ったら、俺のやりたいのはパンを焼くことじゃないって言ったんです。じゃああなた何やりたいのよって言ったら、弟がプロ野球選手になりたいそうなんですよね、弟その時30だったんですよ中学の時軟式やってたって言ってました軟式ですね、やってて軟式ですね、軟式やりましたいい子やけどね、いい子やけどね選手実はちょっと入院してまして、憩室炎っていう大腸の病気やったんですけど、まあ大腸なんで、動きをこう働くのをやめるためにずっと点滴を打って点滴でカロリーを摂取せなあかんという病気やったんですけど、実はちょっとその前にいろいろ雑誌の方から写真をいろいろ撮られまして、いろいろ大変やったね、いろいろちょっと大変でして、でまあその雑誌もなんとか奥さんには見えないと思ったんですけど、まあ奥さんの周りにいるすごい情報網のネットワークが、ネットワークがすごくてですね、ある日玄関開けたらもうその雑誌がそのだと開けた状態で玄関にあって、それを踏まなきゃいけないぐらいな平成のこの文字で踏み入れすることはめったにないんですけども、でもカンカンに怒ってるさなか入院してるっていうことなんで、まあおそらく嫁はまあもう怒ってるし、まあ見舞いにも来てくれへんやろうなとかと思ってたんですけど、まあ嫁来てくれたんですよ。でまあ最初のうちは会話はそんなになかったんですけど、子供を預けて来てくれたりとか、いろいろこう二人きりになれる時間がすごくできまして、でなんかすごい初めてなんですけど、結婚して初めてなんですけど、なんか付き合いたての感じで多少ちょっとなんかこう会話するのにドキドキしたりとか、すごい新鮮になってきて、僕がなってきたんですけど、奥さんの方もおそらくなんかちょっといろいろお話するのもなんかちょっとピュンみたいな、目も合わすのもちょっとなんか2人もちょっと恥ずかしいなみたいになって、でそれがずっと1週間ぐらい続いたんですけど、ちょっとまあね入院してるんで、そういう夜の営みとかっていうのもないし、食欲がないと性欲に直接つながらないんですよ。んであれと思ってて、んで退院して家に帰ってですね、でまあその間奥さんなんかいろいろ、まあ幼稚園のいろいろ行事でバレーボールやったりとかして、僕も点滴でここあざあんのに奥さんもバレーボールで結構あざあって、テーピング巻いてたりとかして、結構大変な中見舞いに来てくれたりとかってしてたんで、ドキドキにして僕家帰ったら、ちょっと奥さんとどうしても夜の営みをなんかそれが行事的なことではなく、本当に付き合いたての本当のドキドキ感でやってたのが、嫁にも多少伝わってくるのか、二人で
寝たんですけど、退院後初めて、はい、奥さんがお風呂入ってくるねって言ったんですよ、はい、もうすげえいやもう本当にいいよ本当に早く入って、はい、初めてなんですよ俺結婚してこんなドキドキしたの、はい、お風呂からあの入ってねシャワー音もちょっとあのええ感じに聞こえたりとかしてラブホテルの感じなうわーなんかしねで新鮮で30分ぐらいしたら上がってきたら奥さんがあのブラジャーなしで、うん、バスタオルをブラジャー代わりにしてって黒のパンツでここに白いテーピング巻いて黒髪なんですよ一瞬見た瞬間に俺長州にリリーで全く長州にリリーでした今の今まで繊細な気持ちで僕の気持ちはこうもう本当にこうなってるんですよ本当にそれが急に長州力ってこうなったそれでもいろいろ考えたんですよこれのジャケット写真とかなんかいろいろなんかアーティストでなんかなかったヌード写真でもなんかあったと思ってたら浜崎あゆみさんがロングロングでここで胸を隠すみたいなのがあったからここで一生懸命浜崎あゆみあの人浜崎あゆみ浜崎あゆみっつってずっと祈って祈ってパーッと見たら長州力だったカネミツさんもう曇ってる日はよろしいでいう話なんですけどカネミツさんもう曇ってる日はよろしい曇ってる日はよろしいやんって話を聞きましょうグアム の、はい、あのホテルでいつも世話してくれはるカネミツさん、はいはいはい、神戸出身の人がいてはってずっとも長いこと住んであっても向こうで家族もいてはって、でいつもまあアテンドしてくれはって車はまあまあ借りてくれはったりしてで、まあ、プライベートビーチがあるということで何年か前からバーベキューの用意をあのむしチーフに頼んでそれをバーベキューセットも貸してくれはって車先導して俺らレンタカーでこう連れて行ってくれはるんですよもうほんまに誰もおらへんもう周り何にもない、うん、もうちょっと覗いた魚もう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 思いっきり泳いでるようなとこに最初1年目行くんですけど、まあ、だいぶ北の方にずっと行って、買い物してもういよいよこの坂降りたらもうビーチも見えてくるという時にキュッと坂道で止まらはるんですよ何やと思って俺運転してない後ろ止まってもう降りてきてほんで兄さんらもいてはってあの今あの向こうあのうっすら見えてるのあれロタ島ですわって言うんですよあらしいですよあほんまですか、うん、な行きましょう言って行く日があるんですよ、うん、なあまあロタ あれな言ってまあ近いねな言ってねまあまあバーベキューして、まあ、1年目はもうあれで終わったんですよ2年目まだ同じシチュエーションになって今度あの宮迫が初参加してたんですね、うん、でまたそこに来た時にまた止めてあこれおそらくロタ島の説明ちゃいますかね言ってまあ、降りてきて「あのロタ島ですわ」言って「いや宮迫来てるからちゃいますかね」言うんですけど「窓閉めてからもうええねん行けボケ」言うてるんですよ俺らが言うからええねん2年目はわざわざ止めんでええねんもう今もうそこビーチや言うてる時に「もう気持ち流行っとんねん」言うて言うてて、まあ、バーベキューやってわーっと遊んで3年目同じメンバーですよまた宮迫もいて誰も新しい人おれへん。もっと止まるよああなあやって降りてきて今日あの曇って見えませんけどあれ晴れてたロタ島ですわ曇ってる日はええねん確かに曇ってる日はええねん見えへん日はええわなんでさ言いたいねん金光さんね金光さんの友達の話って言ってね、はい、僕友達がいましてあのタトゥー入れてるやつがいてバラのタトゥーを入れてるやつがいるんですけど、はい、本当は赤を塗らないといけないんですけど痛がりで赤の色を塗らないんで僕らが見たらレタスに見えるんですっていうのが金光の滑らない話何回か擦られて何回も擦られて今大輔さんと月1回、うん、あの全国を回るアンギャーというライブをしていただいてるんですよ、はいうん、各都道府県を47都道府県1ヶ月に1回回ろうみたいな、うん、で2人でライブやらせてもらってるんですけども、うん、あの長崎にこうライブに行ったんです、うん、だ長崎っていうのはあの最近すごくてあの坂本龍馬ブームで観光客の方も多くてゆかりの建物とか施設も多いんですよでライブ終わった後大輔さんが、うん、今日はもうせっかくやから、うん、ちょっと奮発して晩飯ちょっと豪勢に行こうって、うんうん、かつてあの坂本龍馬たちが、まあ、海援隊って言ったんですかねそれの前の組織で
いつもあの遊女と遊びに行っていた館があるんですけど、それ今料亭として存在してます今そこは。ほんで行って、これはあの坂本龍馬も好きだった料理ですみたいな、食べるしっぽく料理っていうね、長崎独特の料理があって、美味しいです美味しいですって言っていただいてたんですよ。ほんであのそこのあのおかみがですね、気遣っていただいて、もしよかったらあの海援隊がいつも宴会していた部屋っていうのが今残ってるんですけど、そちら見ますか、連れて行っていただいたんですよ。ちょっと通してもらって、ほんなそこにはこう柱があって刀傷がついてるんですよ。これなんかすごいあれですかみたいな、いやこれはあの別にその戦闘状態に陥ったとかではなく、まだまだ若かったあの獅子たちが俺の方が強いとか、お酔っ払ったついでに俺の剣術を見ろとか、もうふざけ合うようにチャンバラごっこみたいなのをしてて、その時におそらく坂本龍馬がつけた刀傷じゃないかという、そういう傷が由緒正しく、すごいでしょ、あすごいですねって言ってたら、大輔さんがですね、突然目をつぶってね、その傷を触り出したんですよ、これ。でなんかちっちゃい声でね、わかりましたって言ったんですよ。何やちっちゃい声でわかりましたって言って、でいつもは僕のことコバーとか言うんですけども、急に目つぶりながら、小林さん、うわって言い出して、はい、小林さん、よければわしと恩師でお笑い界変えんか。するもなんなんで、わかりました変えましょう二人で、って言うて、わかりました、じゃあ小林さん、長崎の町へ出てみましょう、長崎の町を、うわ長いね、結構な時間でも電気もいろいろ消えてるんですよ。でいろいろ見渡した結果、大輔さんが、小林さん、お笑いの夜明けは近いぜよ、あそこへ行こうって言って飛び込んでいったが、24時間営業のアダルトビデオを売ってるんですよ。いやなんかね、そういう気持ちになってきたんですよ。日本酒とか飲んでて、龍馬さんとか喋ってきはったんですよ。大丈夫大丈夫、まあ、実際使ってたような器とかね、そうにしていただいたりして、なんかそういう気分になって、すいません、 なんて喋ってこられたの。いや、あのいろいろ、頑張りなよみたいな。全然土佐弁じゃないじゃないですか。携帯電話の話なんですけども、携帯電話をずっと使って5年ぐらい使ってたんですよ。おすごいね、ずっと前のやつが、だからなんかこう、まあ、落としたりいろいろしてて、なんか辞書変換機能、自動変換機能っていうのがちょっとおかしくなったんですよね。でっていうのは、例えば、宮川さんから入ってきたメールが、内容は宮川さんのままで、例えばその相方中川くんの名前でメール入ってくるんだ。でその時全く気づかなくて、なんでこんなメール入ってくるんやろなぐらいの感じで、なんかその芸人みんなで集まって、なんかギャグ練習会とか、ってやろうぜみたいな話があって、とりあえず僕が代表としてみんなにメール送ってたんですよ、この日やるみたいな、あるけどこれる人って一斉送信で送ったんですよね、ほんだら2年前ぐらいにコンパした滋賀の女の子から、ぜひ参戦させていただきますっていうのが来て、おんと思って、僕はもうその時気づいてませんから、なんでこんな女の子がギャグ大会練習来たいねんと思って、どういうことやと思って、そこから1週間ずっと様子がおかしかったんですよ、なんか親戚のおっさんからコンパあんねんけどこうへんとか、うっと思って、なんかあのおばあちゃんの名前でツタヤのマーク出て、これを見せると 10% オフになりますとか、うんと思って、でずっと気持ち悪いなっていうのがついてたんですよ。である日もこれはおかしいと思ったのが、お風呂から上がって見たら、僕あの大阪の住吉っていうところ住んでたんですけど、住吉区役所の名前でメール入ってたんですよ、内容が、おいちゃんと飯食ってるかって次お願いします。だから調子に乗るな。まあ、せっかくね、その僕がこう呼ばれたので、まあまあ、政治ならではというか、その、まあ、ダウンタウン絡みの話の人も紹介のためなのかなと思って、まあ、僕は1期生って、まあ、ダウンタウンで、僕は昔銀次政治という二人漫才やってて、あとハイヒールもやってて、そのハイヒールのリンゴっているじゃん、はいはいはい、でリンゴがあの
引っ越しをしたいってなったんです。っていうのはあのお父さんが芸能界に入るの反対してたんです。でその1、デビューして1年目の時に養成所出た次の年に、夜逃げしたいと、お父さんが仕事にあの出張に行ってる間の夜を狙って夜中夜逃げしたいと、荷物運び出そうって言ってたって、よっしゃじゃあそれともダウンタウンと俺といつもそのハイヒールとダウンタウンと僕のこの5人でいつもつるんでたんで、もういつもどこも一緒に出たんで、じゃあ手伝ってあげようかなってなって、難波でレンタカーを借りて、こうワンボックスのちょっと大きめのレンタカーを借りてちょっと引っ越しあの4人で手伝ってやろうと思うんで、いつもは、まあ、町はまあ車持ってなかったし免許はあったけど、いつもはどこ行くのも浜田が運転してたんですけど、その時にかけてばっちゃんが、よっしゃ俺が運転したのは、ちょっとそっちがかっこいい。俺が運転したのは、今日のさえ俺が運転したのは、あ、じゃあもちろん運転して、あ、珍しいな、もちろん運転見るの初めてやなと思ってて、で、夜10時頃にナンバーを出て、リンゴの実家が開かったっていうところなんですけども、10時頃にナンバーを出て、そのレンタ借りたレンタカーで夜ナンバーから高速を上がろうとして、で上がったら、ちょっと高速のこの登る坂道がちょっと混んでたんですよ。混んでて、マッチャン運転してます、だから前がどんどん行くのにマッチャン途中でね、あの前に進もうとせえへん、みんな、あ、マッチャン、前に進んでんねん、いや、分かってる、マッチャン行こうや、何してんの、って言ったら、なかなか行けへんの、だから何を焦ってんのかなと思ったら、坂道発進ができないもう頼むわ、やっぱ俺が変わるわって浜田に誘って変わって、でそれ途中から変わってもうその借りたレンタカーで開かったっていうところ1時間ぐらいかけて行ったんで、で行った先でまあ夜中12時前ぐらい着いて、でそのワンボックスのね車でこう積み出して、そのリンゴの実家っていうのがこの閑静なその住宅街の中にある静かなところであって、でちょっとそこ坂道の上にあるような家なんです。でそこに車をまあ横付けして止めて、で荷物を運んでたんです。で僕は上で荷物そのあのワンボックスの上で荷物を積む係で、で浜田とまっちゃんがその荷物を積んでる、あの持ってきて僕は積んでるっていうのを繰り返したんですよ。ほらね、ちゃんとこれ止めてたはずの車がサイドブレーキが甘かったの。その坂道をねゆっくり下り出した。だからね、俺上でこう作業してるじゃないですか。俺はもうどうしようもできない。もうこうサーファーのような状態で、もう動けないから。これはやばいっていうことで、そのこのまま下ったらそのまあ石垣があるような家が並んでるんで、そこに車が突っ込んでしまうので、浜田がその動き出してる車の前に回って車を止めたんですよ。で「ちょっと何とかしてくれ、誰か何とかしてくれ」で僕は上に乗ってるからもうどうしてもできない、「まっちゃん、まっちゃん頼む！」みたいな、「お前に命預けた」みたいな状況ですよ。まっちゃん「うん」ってこの車に乗って乗っていろいろやってるんですよ、やってるんで、みんながハイヒールもそうで、浜田も僕も「まっちゃんサイドブレーキ、サイドブレーキや！」はい、車がそれでもう動いてるんですよ、どん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 「まっちゃんサイドブレーキ！」で浜田の僕が「松本サイドブレーキ！」って言ってる松本の中でごちゃごちゃしてるけど、借りてるレンタカーやからサイドブレーキが分かれへんのよ、どうしようってなってて、はい、「まっちゃん！」って言うたら どうしたと思います、この「成人浜田すまん！」って言って車から飛び降りてちょっと離れたところでこの火事の現場を見る人がいつもの口癖、あかんてあかんてあかんてこういうことはないって、その浜田ももうこらえきれなくて、浜田も政治すまんってどいて、車が石垣にガーッ、いやーいい思い出何してるんすか、まっちゃん容器を捨ててでしょ、飛び降りて逃げた。神社とかあのお寺とか結構好きで、まあ本当ににわかではあるんですが、2013年結構いろんな神社行かせてもらったんですよ。で、まあ、家族で行くこともあるんですけど、まあ、平日休みになったら結構家族は小学校行ってたりするんで、まあ、後輩連れて行くんです。でまあ、 あのなんとなく神様が お前一人でコント後輩たちを連れて行くなんていうのはなかなかまあええやないかと、まあ、褒めてもらえるんじゃないかみたいなんで、
それでこうある時にパパ、明日俺急に休みになってんけど、まあ芸能の神さんのとこ行くやつおるみたいなでバーって言ったら2人だけ来たんですよ。でまあ大阪からちょっと離れたところやったので、まあ電車でまあみんなで行くみたいな。でまあこう行ってでこうじゃあ行こうかみたいな言ってて、まあいろいろこう神社こう行ったりするんですけど、僕最近ちょっと寄付するんちょっとハマってるというか、ハマってると怒られますけど、まあ法産金とかこう書いてあるから、そこでまあじゃああのさしてもらおうみたいな。であの後輩2人おったんですけど、片一方はまあまあ仕事のある後輩で、片一方はほんまにもう全く面白いんですけど、ええやつやしおもろいねんけど全く仕事ない、もうめっちゃ貧乏なやつで、あ俺寄付とかするけどもう全然あれやけどとかって言ったら、片一方の方があじゃ あ, あのやりますみたいな、あそうで、あの小籔さんはどれぐらいしあるんですかみたいな、あまあ、こんな系やなって、あんだらあのやりますみたいな。でそいつは金ないから、まあお前どうするみたいな、俺らぐらいそのなかなか、いくらか万円別にせいでえし、その気持ちだけでええねんけど、あ僕ちょっとやめときます、まあ、まあそうやな、全然もう来ただけでいいんです。だからそこなんか神社は今度夏祭りあるから、提灯奉納なんか、2000か3000円か提灯を奉納するみたいな、あんた提灯もあるんで僕提灯もやります、だからあやりますどうするってなったら、あじゃああのまあ提灯もじゃあやらせてもらいますみたいな、いやええでみたいな、あじゃあ提灯もやらせてください、あどうぞ提灯わーっと書いて、ほんならこう向こうの宮司さん、まあ、何回も言ってるからちょっとまあ、あの知ってくれてて、あのこっちでお茶どうですかみたいな、こう社務所の中に僕ら3人通してくれて、いつもお茶いただくんですけど、あこんにちはみたいな、お世話になってますみたいな、どうもどうもみたいな、こうずっと喋ったら結構時間あるんですかみたいな、あはいちょっともうこれからはもう結構あの夜中仕事なんで大丈夫なんですよ、あそしたらあのちょっと玉串奉納されて帰りますみたいな、それは神社のなんかこの祠みたいなところの中にこの葉っぱ木にこのピラピラピラって白いのがついてるやつをこう幹を向こうに置いてお参りすると、まあ普通のお参りするよりもちょっとなんかみたいなやらせていただけるってなった、あいいですかありがとうございます、いや本当にねいつも来ていただいて、いやいやそんなそんなとか言ってたんですけど、その宮司さんが僕ばっかり見て言ってるから、この二人はさしてもらえんのか、僕は顔さしてる、何回も来てる、まあ、寄付してるからっていうこともないけど、まあ知ってくれてんのか、まあ、新人深いと思ってくれてるのか言ってるけど、いやでも俺だけ行くのもちゃうし、うんと思って、あのすいませんちょっとあのこの子らもいいですかねみたいな、あーもうそれもちろんもちろんみたいな、で宮司さんがちょっと準備してきますってバーって開けた、すいませんいいんですかありがとうございますって、いやいやもう全然そんなな、あの僕らもうそんなやらせてもらって、いやいやいやそんなもうあっちの人がなやらせてくれるからって、でまあで行くと、ほんなら、僕最初にこうどうぞって言われて、でこう入っていった小さい祠の中にこう入っていって、木の台のところに玉串を置いて、ペコペコパンパンお祈りしてペコでもう出てくる、もうずっとシーンってしたところですよ、出てきて、で一番金ないやつバーって中入っていって、玉串こうパッと置いてペコペコパーンパーン言ったんですよ、いやおこがましすぎるやろお前って一切金も払ってへんし、提灯一個で僕何回も言っててペコペコパンパンもうパンパンまでペコやったのに、そこまでの電車賃も僕払ってる、いや別にそれを言うてるわけじゃなくて、一切お金も払ってんと、タクシーも乗った、うん、でも払ってない、うん、顔もさしてなければ、うん、寄付もしてない、提灯ギリギリ納めただけが、うん、パーンパーンって、いやおこがましすぎるやろ神さんもええってなってるというか、めっちゃわかるもうええ似てるな、似てる、ほんまこの二人の俺先輩でよかったわ確かに確かに、もう笑けてきて、神さんもいやお前もそんな礼儀礼儀というかその祈り、まあええやつやし面白いし、不遇が重なって売れてないから気持ちは分かるんですけど、もうこんな頭でなるかいうぐらい、そう僕なるんですよ、おやろもう祠から音がぐわー出てくるぐらいパーンパーン僕グー笑ってて、もう一人の子はもうグー玉串持って笑ってるんですけど、宮司さんもちょっと笑ってましたもんね、宮司さんも思うぐらいの、ごめんなさい、ファミレスのおばちゃんなんて言うんやったっけ、いらっしゃいまいらっしゃいまいらっしゃいまはええやろ、仙台地区のパスを
お前ら大阪で言うなよ、お前大阪で言うな、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 でやりたい、うわもうめっちゃ恥ずいよ、もう終わったと思ってホッとしてもらってた。相方の話なんですけども、僕が、ボケで相方がツッコミで普段漫才やってるんですけど、相方が結構、普段は天然で困るところが多くてですね、まあコンビ組み立ての頃は、上京したばっかりだったんで、周りに全然友達もいなかったんで、よく一緒に飯とかも食べてたりとかしたんです。である日、相方のうちで鍋をしようっていうことになって、鍋を始めたんですけど、相方がものすごい鍋奉行っていうか、もう鍋を完全に仕切りたがるんですよね。で野菜とかもう全部俺がやるからみたいなんで、僕がアク取ろうとしたら、もう俺がやるからっつって何にもやらせてくれないんです。で相方がアクを取り始めたんですよね。でバーって取ってたら、相方のあのメガネがくるくるポチャンって鍋の中落ちて、グツ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 ってなり始めたんですよ。でグツ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 メガネが煮え始めたんで、やばいって思って取らなきゃと思って、相方すごいパニックって菜箸を右手でバーって掴んだんですけど、左手にはごまだれも握ってた。こっちいるかな、いるかな。条件反射だった。コンビを今まで10人解散してきてるんですよ。もう全員が結構異界王みたいになって、この世界飛んでいってるんですよ。ダメ出しがうわきつくて、なんか分かるわ。解散してこの世界に残るんじゃなくて、本当に潰れてやめてしまってるっつって、結構大阪の方じゃ芸人スクラップ工場って呼ばれるぐらい潰してしまう。でもみんなに最後、お前なんかと踏んでれるかっつって解散されたんですよ。でも今回、ザ・漫才を優勝しまして、で僕はもうすぐにその復讐で、トロフィーの写真を撮って、その10人に、一斉に送ってやったんですよ。なんでそんなんすよ。いや復讐で、逃した魚は大きかったなとタイトルに書きまして送ってやったんですよ。で10人全員から、実は、あの時は、お前に文句言ったけど、お前はすごい才能があって、俺らじゃお前の夢を一緒に追いかけられへんかったと、お前は天才と思う、俺たちが悪かった、お前は俺たちの夢の分まで頑張ってくれっていうすごい熱いメールがぐわーってみんなから来て、ザ・漫才優勝した夜に自己嫌悪で泣きました。すっごい悲しくなって。本場で仲良かったね。お前ほんま喋れば喋るほど嫌なとこ出るよ。すごいよ。これもうついさっきの出来事なんですけど、一流のスポーツ選手とか、マイフワンレーサーであるとかは、スイッチっていうのがあるんですって、これ聞いた話なんですけど、例えば一人っきりになって野球選手やったらスパイクを自分で結ぶ、ほんなスイッチがパッと入ってこのプロとして戦えるテンションにあるっていう、これ心理学的にもなんか証明されてるんですって、ボクサーなら一人でちょっとみんな出て行ってくれってこう鏡を見つめてファイティングポーズで、これでスイッチ入っても本番戦える状態になる、なるほど、こういう話を聞いたことがあるんですよね。で今日この滑らない話大輔宮川の、あったじゃないですか。でやっぱこう初出場の人が多いんで、若干ちょっとやっぱ緊張感みんな持たれてたんですよ、楽屋入ってきた時、でその中でもこのジャニーズの渡辺さんが入ってきた時、この付き合い15年の中でも見たことないぐらいちょっと結構思い詰めた顔してはって、やっぱ渡辺さんぐらいの人でもやっぱりこの舞台っていうのはすごいんやなと思って、僕幸いにも何回か出させて持ってたんで、僕も最初の頃ああやったなとか思ってたんですよ。で渡辺さんがまあ楽屋で適当に弁当を食べて、タバコに火つけてトイレ行ってくるって言って、トイレ行ったんですよ。戻ってきた時にはものすごいリラックスした顔になってたんですよ、パッと。あ、渡辺さんこれ例の一流だけがやるというなんかスイッチ入れてきはったな、むっちゃリラックスした顔してパーッとガチャッと扉開けて入ってきたんですけど、乳首ピンピン立ってたんですよ。渡辺さんどういう、一体どういうスイッチを入れてたかな。なんか違うスイッチなんちゃうそれは。乳首ピンピンで見たことないけどリラックスした顔で入ってくる。サトリアンリラックスのスイッチを入れたんですよ。確かにピンピンでしたね。ピンピンでした。 T シャツ突き破らんぱやっぱでも一流だなと思いますね。それはね、ていうかお前一発目で何喋ってんの。ですね、僕ちょっと性格的に人見知りがちょっとありまして、あんまりこう皆さんの中にワニとかパッと入っていけないタイプでして、でその
あの人見知りのピーク、これでもちょっとマシになった方でして、ピークが高校の時やったんですよ。高校の時ほんますごくて人見知りが、朝学校に行って、でまあ家その後帰ってきて、ふと考えて今日誰とも一言も喋ってないなとか、ザラにあったんですよ。で、あの3時35分に6時間目が終わるんですけど、3時46分の電車乗って帰ってたんですよ。とりあえず早く帰りたいっていうので、で全然楽しくない最低の高校生活やったんですけど、その一回だけそんな僕にもその恋の噂みたいのがありまして、あの同じクラスメートですごい地味な女の子がおったんですよ。ほんまにベタに眼鏡かけてて、お下げ髪で化粧も全然してなくて、その制服とかも全然その標準のままのすごい地味な女の子がいまして、風の噂でその子が僕のことを好きやって言ってるっていうのを聞いたんですよ。でまあそう言われたら、そんな地味な子でもちょっとこの気になるというか意識してしまうんで、こう休み時間とか気づいたらこうなんか目で追ったりとかしてしまってたんですよ。で体育の授業の時に男女別で授業があったんですけど、男子がなんかグラウンドで何かやってる時に、女子があの砂場のところで走り幅跳びをやってまして、で何気なく僕こう見てたんです。なら女子のまあ走り幅跳びなんてみんなもうめっちゃ適当にやるんですよ。助走も軽くちょっとだけ走ってきて、でポーンって飛ぶぐらいなんですよ。でパッて見てたら、次その地味な女の子の番で、あの子やと思って見てたら、まずその助走がもう全力疾走なんですよ。めちゃめちゃ思いっきり走ってきて、でバーンって踏み切って、こうなんていうんですかね、この空中歩くみたいな、本格的なやつみたいな。マジのやつ、はい、できてないんですけど、やろうとしてる感じの飛び方で、でパッと着地して絶対後ろに手つかず前に倒れ込んですぐ記録見るみたいな。なんかえらいこの子マジやなと思って、ちょっと変わった子やなと思ってたんですよ。ある日学校終わって帰る時にその子に呼び止められまして、あの西田君ちょっと今日一緒に帰ってくれへんって言われてるんですよ。でまあ方向は一緒やったんで、あのまあいいよって言ってまあ帰ることになったんですけど、そのまあ帰るのがまあ高校からあの近くの駅まであの歩いて、で駅からあの地元の駅まで電車で帰って、で地元の駅から家まで自転車で帰るっていう、まあ帰る陣なんですけど、まああの喋りながら帰ってたら、その子が、あの最近私あの原付の免許を取ったんやと、で今日初めて家から地元の駅まであの原付でバイクで来たんよって言うんですよ。それもすごい意外で、こんな地味な子やのにその原付の免許なんか取んねや、すごい意外やって、ああそうなんやって言って、まあ地元の駅着いたんですよ。で僕自転車で行ってたんで、じゃあ俺自転車やからここでっつってバイバイっつって、まあ別れたんです。でまああの駐輪場自転車取りに行って、僕駐輪場から自転車乗ってパーって出てきたら、その子が僕の前をこうバイクでこうプーって帰っていったんですけど、そう僕はあのスクーターに乗ってるもんやと思ってたら、あの全然スクーターじゃなくて、あの 50cc やのにレーサーレプリカタイプの NS1 っていうバイク乗ってました。あのバイク乗ってるの初めて見た。全然違う。本気のビーって言いながら、で結局その後別にその告白されることもなく、一緒に帰ることもなかった。帰られないね。それっきり。お付き合いもしてない。お付き合いもあったかもしれない。